で足のしびれとか痛みってもう正直ですね、いろいろ原因が考えられるんですよね。あなたがやってもらってる治療、セルフケアっていうのがですね、本当に合ってるかどうかを一回考えないといけないです。やって福岡市の慢性腰痛専門整体院副科副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛を改善させるための筋体ではお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日は足のしびれそして痛みを改善させるための方法をお伝えできればと思います。で、足のしびれとか痛みってもう正直ですね、いろいろ原因が考えられるんですよね。で、大事なのはあなたのその症状がどこから来てるのかを、原因をちゃんと潰してあげることが症状の根本改善になってきます。あなたがやってもらってる治療、そして自分でのセルフケアっていうのがですね、本当に合ってるかどうかを一回考えないといけないです。例えば足のしびれが出ましたとか痛みが出ましたっていう時に、病院だったらですね、薬を飲んだりとか、あるいは注射とかをするわけじゃないですか。ほとんどの人が最初は効果があったけども、徐々に飲んでも何も変わってきませんっていう人が結構多くいらっしゃいます。で、なんでそういうことが起きるかっていうと、そういう治療っていうのは症状に対してのアプローチであって、なんでこういう症状が出たのかっていう原因に対しては治療ができてないから、そういうことが起きてくるんですよね。じゃあ針とか整骨院とか整体とかではどうでしょうか。足がしびれます、あるいは痛いですって言った時にどんなことをされてますでしょうか。あ、骨盤がこう歪んでるね、あるいはこの筋力が弱ってるね、いろいろあると思うんですけども、まあ、確かにそれで起きてる人もいらっしゃいますが、全員が全員そういうわけではないんですよね。あなたにはあなたの原因っていうのが絶対あったりとかします。じゃあそんな足の痛みだったりとかしびれを起こしてしまう原因は何なのかっていうと、一番多いのはやっぱり反り腰だと僕は思います。で、これまた厄介で、反り腰を作る筋肉もいろいろあったりとかするんですよね。今日はその中でも大事な筋肉、そして靭帯のストレッチ方法だったりとかをお伝えできればと思います。今日の内容をよく見た方がいいのは、テニスだったりとかゴルフをよくする人、そしてランニングをよくする人、あとは重たいものをですね、よく持つ人、交通事故の経験がある人、寝てる時は寝返りに腰や足が痛くなってくる人、座ってても症状が出てくる人、あとは反り腰、滑り症、分離症の気を持ってる人っていうのは、今日の内容が合う可能性が非常に高いですので、ぜひ見ていただければと思います。ではどこを見ていけばいいのかっていうと、こちら、はい、腰方形筋って言われるところと、腸腰靭帯って言われるところです。まあ青く光ってるところですね。まあ2つここにこうあると思うんですけど、そっちが腰方形筋で、下のね、こうなんかバンドみたいになってるところが、腸腰靭帯って言われるところなんですけど、ここのせいで足の痛み、しびれが出てる人結構多くいらっしゃいます。ではなんで腰方形筋が硬くなってきてしまうと足のしびれそして痛みを引き起こしてしまうのかっていう説明をしていきます。で、ここでキーになってくるのは腸腰靭帯って言われるものなんですけども、腰方形筋っていうのがですね、こう硬くなってきてしまうと反り腰の方向にこの骨盤を持っていってしまうんですよね。で、この反り腰にじゃあ持っていかれてしまった場合、この靭帯でどうなるかっていうと、ピーンと張ってきます。まあ、それによってですね、この5番目の骨が前に行かないようにしたりとか、この骨盤のですね、安定性っていうのを測ろうとしてるんですけど、ちょっとした短い時間だったら別に問題はないんですが、これをですね、何ヶ月何年って続けられたら、この靭帯どうなるかっていうと、ずっとピーンって張ってるので、やがて張力を失います。輪ゴムを想像してほしいんですけど、輪ゴムを引っ張ってすぐ離したらパチンって戻ると思うんですけど、ずっとね、こうピーってしてたら、だんだん張力が弱くなって、戻してもダランってなるじゃないですか。それと一緒で、ここがずっと緊張してると、やがて張力を失ってきます。そうするとどうなるかっていうと、この止めてた5番目ですね、5番目がルーズになって前に出てくる、これが滑り症とか言われるものですね、はい、あるいはこの仙腸関節もゆるゆるになってきてしまいますので、その安定を測るために筋肉が過剰に硬くなってきてしまって、足が痛い、あるいはしびれが起きてくることがよくあったりとかします。もっと詳しく話すのであれば、腰方形筋っていうのは大腰筋って言われるお腹の筋肉と神経っていうのをですね、ここで挟んでるんですよね、はい、それによって足のしびれ痛みが出てくるケースもあったりとかします。なのであなたのそのしびれ症状がですね、もし滑り症って診断を受けているのであれば、ここの問題かもしれないですし、診断は受けてないけども症状が出てくるってことであれば、腰方形筋自体の問題かもしれないです。はい、なので今言ったところを踏まえて、今からですねストレッチだったりとか緩めることっていうのを一緒にやっていこうと思います。で、やっていく前にまずあなたの体のチェックっていうのをやっていこうと思いますので、まあ、前屈とか後屈、そして横に倒す、
と回線の痛みの状態っていうのをまずチェックしてみてください。あるいはあなたが日頃出てきてしまう座骨神経痛の状態をチェックしてみてください。ではですね、早速やっていこうと思うんですけども、今日は3つのステップでやっていきます。でまずステップ1なんですけども、立っていただいた状態でまず一番下の肋骨ですね、そこを見つけてください。で見つけていただいたら、そこから背骨の方に向かっていただいて、ここからですね、外側にこういうふうに滑らせていくと、この辺でペコってへこむところがあるんじゃないかなと思います。はい、それをですね、背骨に向かってぎゅーっと内側にぐっと押し込んであげてください。はい、で押し込んでいただいたらですね、なんか硬いところがあると思いますので、そこをしっかり捉えてください。で捉えていただいたら、肩幅ぐらい足を開いてもらいます。で足を開いてもらったら、このままですね、体を左右に倒していきます。はい、こうしたらこっち側の筋肉が張ってきますし、こうしたらこっち側の筋肉が張ってくると思いますので、それに負けないようにしっかり腰は押さえててください。はい、この状態で、10回ですね、運動をしていきます。では実際にやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次ステップ2。先ほどはですね、この肋骨のとこだったと思うんですけど、次はこの骨盤ですね、骨盤の内の部分、この辺りですね、ここをさっきと同様背骨側にぐっと押さえ込んであげてください。で押さえ込んでいただいたら、さっきと要領は一緒です。横に倒していくだけですね。ではまた10回一緒にやっていきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、次はステップ3ですね。ストレッチをかけていきたいと思います。まずですね、このようにしゃがんであげてください。で、右側からいこうかなと思うんですけど、右手をですね、まず このように倒していただいて、次左の方に倒します。で左の方に倒したら、右手を天井に上げてください。で天井に上げていただいたら、このまま立ち上がるだけですね。はい、で体を元に戻す。でまたしゃがんで、右手倒して、左手倒して、天井上に上げて立ち上がるだけ。ここをしっかり伸ばしてあげてくださいね。で元に戻すっていう運動を、交互にですね、やっていきます。では実際に3セット一緒にやっていきましょう。じゃあまず右手を置いていただいて、左に置いていただいて、天井上に向けてもらって、そのまま立ってきます。で戻す。でしゃがんで、左手、右手、左手天井で、そのまま立ち上がる。で戻す。はい、次右手、左手、右手天井で立ち上がる。で戻す。でまたしゃがんで、左、右、左手天井、元に戻す。で最後ですね、右手、左手、手のひらを向けて元に戻す。はい、で最後、左、右、手のひら上で戻す。はい、やってる時にですね、おそらくこの辺が伸びる、こういう状態になった時にこの辺が伸びるのであれば、しっかりですね、ストレッチがかかってると思いますので、それを参考にやってみてください。はい、ではですね、動きのチェックをしてみましょう。それでまた前とか後ろとか横とか、さっき痛かった動作をやってみてください。それで改善されてるってことであれば、あなたのですね、その腰痛っていうのは、この腰方頸筋、そして腸腰靭帯由来の症状が高いですので、ぜひ続けてみていただけたらと思います。ちなみに言うと、じゃあこの腰方頸筋が硬くなってしまうのは何でかっていうのを考えた時に、結構多いのは中殿筋って言われるお尻の筋肉が弱ってると、この腰方頸筋に負担がかかりすぎるっていうのもありますので、合わせてですね、その中殿筋を鍛えていただくことも、おすすめかなというふうに思います。
はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、やっぱあなたのですね、体っていうのはあなた自身がしっかり守っていかないといけませんので、ちゃんとメカニズムを知った上で治療を受けたりとかセルフケアとかをしていかないと一向に治らないってことも起きたりとかしますので、まあ、ぜひですね今日の内容を参考にしてみてください。はい、そしたらですね、今日はこれで終わります。今日の内容ですね、良かったなと思った方はいいねボタンだったりとかコメントの方もお待ちしてます。はい、そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。